心の中はひどく穏やかで静かだった。この頃僕の心の中は嵐のように騒がしくなった。友達の生き方、女の人の匂い、誰かの噂や不思議な胸騒ぎ、心の中にどんな苦しみが忍び込むの。いつの日僕の心の中に本当の静けさが訪れるの。道を行く人々、新聞記事の言葉、電車の